こんにちは。2021年12月13日です。車窓&トークということでよろしくお願いいたします。今回は札幌スタートです。病院に行ってきました。定期検診です。毎月来るようにということで、今回は血液検査のみです。そして来月は血液検査とレントゲン、そして、2月は、血液検査と CT、そして3月が血液検査と胃カメラを飲みましょうということです。今回の結果は良好です。腎臓、肝臓、膵臓、内臓系、良好の値です。白血球、赤血球も良好です。炎症反応、腫瘍マークありません。したがって、癌の再発は今のところはないと、いうことです。定期的に毎月来て、調べていきましょう。そして血液上の変化あったらすぐ薬で対処しましょうという先生のお話です。がんになってから1年経ちましたねというお話です。最初は田舎の病院からこれはダメだということですぐ札幌の病院紹介させていただきました。そして外科に入院しステージ 4A ですね、の診断です。で、食道に10センチの長さにわたって、癌があったもんですから、リンパとそして、大動脈に絡んでたもんですから、これは手術できないということで、実前化学療法ということで小さくしてから食道を切除しましょうというお話でした。で、腫瘍内科の方に移りました。担当も変わりました。外科の、主治医の先生から今度は腫瘍内科の主治医の先生に変わりまして、そして治療を受けまして、1ヶ月2ヶ月ぐらいですかね、入院してまして、それで、癌がなくなりました。本来であれば切らなきゃいけません。今の医学では、食道癌は撤去しなきゃいけないという、切除しなきゃいけないということです。ステージ1ですと、内視鏡できるんですが、1以上になりますと、食道を取りましょうということですが、今回癌がないのに取る必要はないなということで、それで食道の切除はやめて退院しまして、そして1ヶ月後にステージ 1B が再発いたしまして、今度はまた同じ腫瘍内科の主治医の先生が根治に向けての治療をしましょうということで、今回は放射線と、シスプラチンですね、そちらの方の療法で、受けました。そして現在に至ってまして、癌はありませんね。放射線の影響でちょっと胃の方がやられてますが、胃の方もだいぶ回復してまいりました。なかなか1年経つの先生は早いなと言ってるんですけど、私の場合はちょっと長かったですね。1年の半分は入院とかしてましたでしょうか。で、したがって、車中泊の回数も減りました。で、今回はですね、良かったということで、次の関門は、1月の17日ですかね、そこに来てくださいということで、また1月17日に向けて、精進に努力して改心しながら、正しいことを皆さんにお伝えしながら、徳を積みながら過ごしていこうかなということです。一つの目標ができましたよということです。安心して喜んでしまってはダメです。毎月こう見てくれるっていうのはありがたいですね。全身の状態も全部把握してくれますんで、なかなかありがたいなと思いながら、再発しないように、また悪いとこがないようにということで、これからまた1ヶ月また過ごしていって、次の関門をまたクリアしようかなということです。目標があるということは、いいことだなというふうには思っております。今回はですね、途中道の駅で車中泊をして帰ります。この次の動画になりますが、マオイの道の駅で車中泊、そして車中飯です。車中飯は作りません。家からもうすでにおかずといいますか、煮魚ですね、ソイの煮魚を持ってきてるんで、それとサラダで、いただこうかなと思います。車の中ではご飯を炊くだけ、そして、長沼温泉に、入浴しましょうという予定で、出てまいりました。
天気の方はですね、北海道結構天気悪いですね。ニュースで荒れますよというふうに盛んに言ってます。まあ私の住んでるところも結構雪は降ってますね。まあ吹雪にはなってないんでまあいいんですけども、まあ札幌は雪ありませんね。天気は悪いんですけどって言ってますが、札幌ほとんど雪なし、それから長沼の方まで、行ったんですけども、長沼の方も全然雪ないですね。本当に、そしてこうこっちの方に帰ってきますと圧雪アイスバーンの、状態に、なってきてます。今回はマウイの道の駅で、一晩過ごさせていただいて、音楽を聴いてということをまたしてみようかなというふうに、思っております。今週か来週また天気のいい日で路面が出てるような状態になりましたら、当時でも行ってみようかなと、函館方面で当時してこようかなというふうには、考えておりますが、雪道はやはり滑りますね。車の重り今80キロ積んでるんですけども、やはり、滑ります。なので、家に帰ったらまた、重りを足して、160キロですか、160キロの重りにしようかなというふうに、考えてます。本当に今の降り始めっていうのは、滑るんで、他の車もみんなゆっくりですよね。なんでありがたいんですよ。でだんだん慣れてきますとスピードが上がってきます。その時には私も運転慣れてくるんで、少しぐらい滑ったって、ああ大丈夫だ、これぐらいあれば止まれるぞというふうに考えて走るんですが、今の段階は恐ろしいですね。ですので皆さんゆっくりですね。皆さんゆっくり走ってます。ですので本州から来られて冬道のレンタカー借りられる方は、ゆっくり、気をつけてゆっくり、走っていくのがいいんじゃないかなというふうには思ってます。神仏の話もしていかねばいけないんですけども、何を話そうか、ほとんどみんな、話してしまいましたんで、あとはいかにして、身につく、実践し、日々の生活の中に、別にこう意識することなくですね、こうできるように、なっていけばいいんじゃないかなというふうには思います。私の方も、日々こうやってることはやってるんですよ。しかしながら、なかなかこういいことは自分で言ってるなというのは思うんですけども、じゃあそれができてるのかというとできてない面もありますが、自分の思いを口から音声にして、そして耳から入るということで、それでああそうだったなということで、思い出しながら、過ごしているということをさせていただいてます。これも YouTube をさせていただいて、聞いてる方もいらっしゃるということで、少し考えてしっかり、やらなきゃいけないなというふうに思うんですよ。これも誰も聞いてる人がいないだということで、一人でぼつっといて、そこらの家族と話してる分にはあまり進歩ないと思うんですけどもね、こうやって SNS でこう流しますと、間違ったことは言っちゃいけない、間違ったことは合理になるぞということで、正しいことを一つずつ確認しながら、実践しながら、これはいいです、これはもううんとこうなんていうか噛み砕いて分かりやすく本当は難しいんですよね。難しく話すと本当に難しいんですけども、これをいかにこの難しいことを簡単に、やるかと、簡単にできるようになるかということですよね。結構大変なんですよね。お坊さんとか神主さんって結構修行しますよね。お坊さんなんて比叡山行って、比叡山何日間修行だとかって山にこもって走り回ってっていうことをやるんでしょうかね。それを過ぎると位の高いお坊さんになれるということですね。神主さんの方もいろいろ禊だとか竹に当たってみたりとか、いろんなことをやってということですよね。私の場合はそういうことをすることなくある程度できるようになりましょうということのお話になるわけですよ。なもんですからこうなかなか難しいですね。下座業は修行のうちにも入るんでしょうかね。だけどお坊さんとか神主さんがやるようなこういうことはしません。日々の、生活において一つ一つこう身について、やっていって、最終的にはお坊さんとか神主さんがやってることができるようになると、それが目標ですね。私も一歩一歩進んでやってます。前回お話しましたけども、天候ですね、雨を止ますとか天候を良くするというのは
まあ、意外と簡単って、簡単でもないのも、まあ、意外とできると思いますが、雨を降らすのは大変ですね。雨が、雨乞いっていうんですか。それをやるには本当に、儀式をやんなきゃいけませんね。ですが、まあ、いろいろこうやってって、簡単に自分でできる、確かめる方法として、雨をやますと。雨が降ってるぞ、雨を止まれ、とかなんとか、まあ、それは好きにやればいいんですけども。なので、雨が止むと。あ、雨が止んだら、ああ、自分もだいぶできるようになってきたな、ということが、自覚されるんじゃないかな、というふうには思います。そのためには、私がずっと申し上げてました、一つ一つ全部ですね、全部思い出していただいて、それを、実践し、していくと。まあ、それも意識することなくできるようになれば、意外と簡単に、ああ、今日は傘忘れた、やばいぞという時に、やめとかなとかって好きにやればいいんですけども、で、やむと思います。また、雨の降らないとこばっかり、行けると思います。到着したら雨が止んでたということになると思います。まあ、いろいろ、これは、そのうちですね、忖度が始まるんですよね。忖度してくれてですね、こう行きますよ、って、雨降らさないでくださいなんてことを言わなくてもですね、忖度してくれて行くところは全部雨が止んでるというふうになります。まあ、最初のうちはなかなか、その忖度っていうのも無理かもしれませんで、ちゃんと、お願いして、行かねばいけませんが。まあ、そういうことができてくると、ああ、自分も少しずつ進歩してきたな、というふうに分かってくるんじゃないかな、というふうには思います。まあ、本日は、まあ、車窓のトークということで、病院に行ってまいりまして、一応、検査はクリアいたしました。また、次に向けて、精進努力して、改心しながら進んでいこうかなというふうには思っております。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。